疲れ様です。ポンです。いつもグッドボタンにコメントたくさんありがとうございます。嬉しい嬉しいです。はい。それで今日のどうでもいいプライベートの話なんですが、昨日2本目お休みさせていただきありがとうございました。おかげさまでちょっと難しい話だったんですが、いい話で終わることができました。それでね、10時前ぐらいにその話が終わって家に向かって走ってたんですよ。そしたらね、チンゲの王から電話あって、ちょっと知り合いの〇〇さんと今一緒に飲んでるんやと、ポンちゃん暇だったらこっち来ないっちゅうでね、連絡があったんですよ。それでまだ帰るのにちょっと時間早いなと思ってたからね、じゃあそっち行くよと、それでまっちゃんにも連絡してあげていいと、早く終わったら連絡ちょうだいと、まっちゃん言ってたからね。全然いいよと。まっちゃんも誘ってと。まあそんな風に言ってきたから、まっちゃんに電話かけたんですよ。そしたらまっちゃんは、待ってましたみたいな感じでしょ。行こう行こうみたいな。それで自分が先ね、店に降りて、その王たちが飲んでる店にね。それで、自分の車を運転してくれてる人間が、まっちゃんを迎えに行ったんですよ。それで先ね、自分が入ったんですよ。お店に。そしたら、その、王と一緒に飲んでる〇〇さん。その人は何回か顔を合わせてね、知ってる人なんですよ、自分もね。まっちゃんも、まあ2回ぐらい顔を合わせて知ってる人なんですけど、頭がとにかくね、いいんですよ。賢いんですよ。仕事も医療関係なんですよ。病院関係の職業なんですよ。医者じゃないんですけどね。でも、医者になろうと思ったらなれるぐらいの頭ももちろん持ってるんですよ。賢いんですよ。それで、ご無沙汰します、みたいな感じで、まあ、喋ってたんですよ。そしたら、話題はね、都知事選なんですよ。都知事選、誰が来ると思う?みたいなね、話なんですよ。それで、自分はね、こんなこと言ったのは、まあ、ダメなんですけど、誰がなっても、大して変わりはないやろ、と。ただ、蓮舫は嫌やな、と。まあ、小池も嫌ですけどね。まあ、それぐらいの話なんですよ。でも、王も、その、王の知り合いの方もね、ものすごく熱心に喋るんですよ。何がこうで、何がああで、みたいなね、感じなんですよ。ものすごく真剣なんですよ。それで自分は、それを見てね、すごいなと。どんだけ熱あるんやと。その都知事選に対してね。自分そこまでね、熱ないんですよ。もう、うるさいな、うるさいなぐらいなんですよ。収録してても、選挙の車が走るんですよ。そしたら止めないといけないんですよ。一回一回ね、この収録も。だから邪魔やなぐらいの気持ちしかないんですよ、正直。そうこうしてたらね、まっちゃんが来たわけなんですよ。それでね、その、王の知り合いの人が、まっちゃんにご無沙汰しますと。そしたらまっちゃんにしてみたら、このさん誰やねんみたいな感じなんですよ。でもまっちゃんも大人やから、あ、どうもどうも、みたいな感じなんですけど、その人が誰か思い出してないんですよ。それは自分にはわかるんですよ。まっちゃんは、仲良くなった人には、ものすごくフレンドリーですからね。でもその人にはフレンドリーじゃなかったな。思い出せてないんですよ。それでね、誰やろうって思い出してる感じなんですよ。そしたらね、自分に LINE 打ってきてね。この人誰って言ってね、まっちゃんが LINE 来たんですよ。でも、丸バレなんですよ。まっちゃんが携帯触って、で、自分の LINE の音が鳴るんですよ。もう、丸バレなんですよ。それでずっとね、待ってるんですよ。まっちゃんが自分の返事を。それで自分が返したんですよ。どこどこで会った誰々さんやと。そういう風に返したんですよ。そしたら、まっちゃんも、マナーモードでもなんでもないからね、スポンって音が鳴るんですよ。それでね、そのままね、終わればいいじゃないですか。そのまま携帯を直してね、終わったらいいのにね、その、LINE を読んだ瞬間ね、自分の方を見て、あの時の、あの人な、ってね、普通に言うんですよ。それだったら LINE の意味ないやろ、と。それで王も笑ってるんですよ。まっちゃんらしいなと。でもその人はちょっと失礼だなみたいな感じなんですよ。頭の賢い人やからね。何か馬鹿にされてるような気がするんでしょうね。それでね、王が、まあ空気変えようと、雰囲気変えようと思ってね。まっちゃんは都知事選、誰応援してるのって、まあそんな感じで聞いたんですよ。そしたらまっちゃんが、そんなもん都民に金配る人間やったら誰でもいいよと。誰がなってもええやろと。金くれる人間やったら、誰でもええねん、ってね。もう、ものすごく単純なんですよ。
考えが自分よりも単純なんですよ。誰が出てるかすら分かってないんですよ、まっちゃんは。東京都民ですよ、一応。でも誰が選挙に出てるとか分かってないんですよ。興味がないんですよ。それで王が、せやなと、聞いた俺が間違ってたと、まっちゃんがそんなに興味ある人間じゃないもんなと、悪い悪いまっちゃんってでね、まあそういう感じで話終わったんですよ、その話はね。それで王のね、車の話になったんですよ。その新しく買ったアルファードがコンビニからね、出てきた車とこすったわけなんですよ、側面を。その話になって、まあ保険で直してどうのこうのっていう話をした後に、また新しく買うんですよ、その車。原価悪いと、相性が合ってないと。それでまだ買うんですけど、同じ車屋で買うらしいんですよ、愛知県のね。そのね、車屋を紹介したのが、その昨日一緒にお酒飲んでた頭の賢い医療関係の人なんですよ。その人がその車を紹介したらしいんですよ、王に。それでね、コンビニでこそった車、その車もね、もう愛知県に持って帰ってるんですよ、その車屋がね。それで保険屋と話するのもその車屋がして、下取りとしてその車を取ってね、新しく車を用意するらしいんですよ。そしたらまっちゃんがね、おめえいいようにされてるだけ違うんかと、いいかもになってるん違うかと、まあそんなことを王に言い出したんですよ。一緒におる人がその車を紹介してるんですよ。その人にしてみたら気が悪いんですよ。まっちゃんは悪い車屋違うんかと、そういう言い方をするんですよ。カモがネギしょってやってきたって思われてるん違うんかと、しっかりせなあかんぞみたいなことをね、まあ言うわけなんですよ、まっちゃんが王に。そしたら王はいろんなとこで調べたと、車をね、買うときに。そしたら、一番安かったんやと。同じグレードの同じ車でも安かったと。そこがね。だからそこに決めただけやと。だから悪いことされるとか、そんな思ってないみたいなことを、王がまあ、まっちゃんに言ったわけなんですよ。そしたらまっちゃんが、自分の関係の車屋入れるんですよ。自分もそこをよく使ってるんですけどね。そこの車屋に電話かけてね。王が買ったアルファード。この金額で買ったんやと。そのグレードとか全部言ってね。この金額で買ったと。これはどうやと。安いんか高いんかと。確認しだしたんですよ。それでちょっと待ってくださいね。って5分ぐらい待ったんですよ。その間、王も真偽になってるんですよ。実際のところどうなんやろと。まあ、そんな感じで王もじーっと見てるんですよ、まっちゃんを。それでその王の知り合いの人もじーっとまっちゃんを見てるんですよ。どうなんやろと。そしたら、めちゃめちゃ安いと。自分が抹茶に頼まれてもその金額で売られへんと。安いですよと。良心的な商売してますよと。まあそういう答えが返ってきたんですよ。そしたら王もその王のお連れさんもどやっちゅう顔するんですよ。せやろみたいな感じなんですよ、どっちもね。それでまあ電話切って、で抹茶が悪い悪いと、疑って申し訳ないと、嫌な気させてしまったなと、ごめんなみたいな感じで頭下げたわけなんですよ、王にも、その王のお連れさんにもね。そしたら王は、いやそんなん気にせんといてと、まっちゃんは俺のことを思って言ってくれてるの分かってるから気にせんといてなみたいな感じなんですよ。でその人も、いや大丈夫ですよみたいな感じで答えてくれたんですよ。でもちょっとね、失礼な人だなみたいな感じはあるんですよ、その王の知り合いの人はね、まっちゃんに対してちょっとそういう感じなんですよ。そしたらね、まっちゃんの関係先の車屋からまっちゃんに電話になったんですよ。新しいアルファードとかね、ランクルとか、結構パクられる率が高いらしいんですよ。それはね、自分らも聞いて知ってたんですよ。アルファードパクられるよとかね、そういうことはよく聞いてたんですよ。それでまっちゃんのね、関係の車屋が言うのには、店をちゃんと見極めて買わないと、買った店が車をパクる率が高いらしいんですよ。結構あるらしいんですよ。だから、ちゃんとしたとこで買わないと、怖いですよと、車パクられる可能性ありますよ、みたいなことをね、言ってきたわけなんですよ。まあ余計な電話をしてきたんですよ。そしたらまっちゃんがね、やっぱりその車屋、怪しいなと。安く売って、後日、パクに来るん違うんかとかね、そういうことを言い出したわけなんですよ。そしたら王は、いや、そんなことするとこじゃないと。そんな、しょぼくないと、その車屋はね。ねえみたいな感じで王もその人に振るんですよ。そしたらその人はもう怒ってるわけなんですよ。
自分の関係先の車屋だからね、失礼なこと言いやがってみたいな感じなんですよ、まっちゃんに。それで王はね、携帯取り出してそこの店のホームページをまっちゃんにパッて見せたんですよ。これぐらいの規模でやってるからそんなことしないと思うよと。それで自分もそのホームページ見たんですよ。そしたらリーダー並みにでかいんですよ、店が。ショーケースもあってね、ちゃんとしてるんですよ。この店構えでそれはさすがにないなと、そんなことはせえへんなと、自分もまっちゃんもね、まあそう一瞬で思ったわけなんですよ。そしたらまっちゃんが、えらいすいませんと、まるまるさん気悪したと思いますと、えらいすいませんって言ってね、こう謝ったわけなんですよ。で、王にも、お悪いのと、気悪したやろと、ごめんごめんみたいな感じでね、また謝ったんですよ。そしたら王は、いや、まっちゃんいいよと、気にしないでと、まっちゃんは俺のことを思ってそういう風に言ってくれてんの分かってるから大丈夫だよと。それでそのお連れさんにも王が、いや、まっちゃんは言い方は悪いけど心配して言ってくれてるだけだから気悪くしないでくださいねと、王もちゃんとそういう風に言ってくれたんです。そしたらその人は、いや、大丈夫ですよと、気悪くしてないですよと言ってるんですけど、その顔が気悪くしてますよっていう顔なんですよ。でもまっちゃんは腹も立てずにね、そういう顔されても、言い過ぎました、えらいすいませんって言ってね、その後もまだ謝ってました、ちゃんと。それで1時ぐらいまでね、一緒にお酒飲んで喋ってたんですけどね、その王のお連れさんはまっちゃんには一切喋りかけませんでした。腹立ったんでしょうね、頭の賢い人だし、お金もあるし、プライドが許さなかったんだと思います。はい。それで帰りね、まっちゃんに、まっちゃん本人の前ではあまり良くないよと、その王の知り合いが紹介してくれたとこやのに、その紹介者の前でそこまで言うのは良くないよと、まあ、そんな話をまっちゃんにしたんですよ。そしたらまっちゃんはね、俺があのおっさんにどう思われてもええんやと、でも王は友達やんと、その友達の車がもしかしたらパクられるかもわからんと、もしかしたらぼったくられてるかもわからんと、何がいいように利用されてるん違うかと思ったら腹立つと、だからどう思われてもいいから俺はああいう風にわざと言ってるんやと、あのおっさんが車屋にこんなこと言われてたよと、あのおっさんは必ず言うと。そしたらもしかしたら王の車を後日パクろうと思ってたのに、やらん方がいいかな、パクらん方がいいかなと思うんだったら、俺が悪者になって言った方が得やと、いいんやと、まあそういう考えなんですよ。だからまっちゃんは悪者を演じるんですよ、そういう風にね。それで昨日ね、まっちゃんトイレ行くふりして、そこの店の人にウーロン割りをおかわりって言ったら、ウーロン茶と水と1対1で薄めて持ってきてくれと、お酒は入れないでくれと。自分は知らなかったんですよ、それをまっちゃんが言いに行ってるの。それでまっちゃんがおかわりしてるんですよ、何回も。それでちょっと飲みすぎやなと思ったから、まっちゃんにちょっと足ねポンポンで叩いて、まっちゃんちょっと飲みすぎちゃうかって、耳元で言ったんですよ。そしたら、いや、もうずっと水とウーロン茶と割ったやつやよと、飲んでないよと、ちゃんとね自分でセーブしだしたんですよ、人に言われる前に。それまでは焼酎のソーダ割りずっと飲んでたんですよ。で、途中でウーロン割りに変えたんですよ。でもそのウーロン割りにはお酒が入ってないんですよ。まあ自分らからしたらね、すごい進歩だなと驚いています。はい、あのまっちゃんがっていう感じですね。まあそんな感じで昨日もまっちゃんの進歩が見れてとても良かったです。はい、ということで今日はまっちゃん VS 都知事選の話をしてみました。ということで今日はこの辺にしたいと思います。じゃあ。